鋭い勘で判断したサスケは、幸い大助の気持ちが少しずつほぐれてきているので、このまま工藤山へ連れて行っても大丈夫と踏み、雲に乗せたのでした。せっかくゆっくり上田の見物をしようとやってきましたが、安ず林にいた奴がいつまた襲ってくるかもしれません。君子危うきに近寄らず、そう思って上田を出発したのです。ではこのまま工藤山の真田館へ行くんだね。行けませんか。俺はまだどうにも決心がつかないんだ。だから私がその決心をつけてあげます。殿はあなたのおいでをとても楽しみに待っておられます。おお、高野小天狗か。サスケ、このお方ではないのか。うん、殿のご子息大助殿だ。そうか、では一刻も早くお知らせしなくてはなるまい。 あれが真田の勇士の一人、高野小天狗、熊野権現の使者、カラス島五代目の棟梁です。カラス島の頭。館にはその他に私を含めて8人の勇者たちがおります。これはソロリ堂の草庵で雪村の星とそれを取り巻く塔の星を見た。そうですか。残る一つの星が大助殿、あなたなのです。それはあなたが生まれた時から定められた運命の星なのです。私たち9人の勇士たちの誰もがその運命のもとに生まれ育ち、殿の星のもとに集まってきたものばかりです。大助はサスケの言葉によって、大空に浮かんだ一つの星をめぐる塔の星の輝きがどんなに深い絵にしの糸でつながれているのかを知りました。しかしなぜ俺がその星の一つにならなければいけないのか。俺は自分で納得できないことなど真っ平だ。あなたが殿と血のつながったお子だからです。とにかく殿に会われることです。その上で納得がいかなければ改めて縁を絶たれるがいいでしょう。では少しも早く急ぎましょう。サスケはぐーんと雲の速度をスピードアップしました。二人を乗せた白い雲はまるでジェット機のような速さでビュンビュンと宙を飛んで工藤山へ向かっていきます。いやもう大変、俺の飛行術も近頃ではぐんと磨きがかかってきたぞ。自由自在にスマートに早く、まあなんて早いんでしょう。小天狗は大助がやってくるという吉報を雪村に知らせるいい役目なのでウキウキしています。殿、殿。おお、小天狗ではないか。なんだ創造師。お喜びください。大助殿がサスケの雲に乗ってこっちへ向かっておられます。何、大助がか。はい、私もお目にかかってまいりました。そうか、立派なたくましいご子息です。ではみんなにお出迎えするように伝えてまいります。いや、それはやめてくれ。え、あまり大行に迎えられるとかえってへそを曲げてしまう。はあ、何事もなく変わらぬ様子のままで迎えてやりたい。かしこまりました。殿。うん、私一生懸命お尽くしいたします。いや、それはよくない。そなたのあるがままの姿で接してくれればそれでよい。はい、作り事はいかん。自然にこのままの真田館の中に大助は入ってくればよいの。はい。ここです。あの乗ってきた雲はどこへ行ってしまったんだ。忍術の巻物の中に戻りました。さあご案内いたします。俺はどうもすっきりしない。は？こんな気持ちであの人に会うのはどうかな。
あの人、これではあんたの言いなりになってやってきたも同然だ。しかし俺は自分からあの人を父と呼びたくなった時、自分でやってきて会った方がいいような気がする。そうだ、その方が正しい。あの人に言ってくれ、もう少し時間をくださいと。大輔殿、あの人ばかりでなく奥方にも会うのだろう。奥方様は、それは優しい思いやりのあるお方です。俺の母さんは一人しかいない。他の人を母さんなどとは呼べないよ、今の俺には。やっぱりダメだ。ごめんね、佐々木さん。ごめんよ。あ、大輔殿。あれ、大輔殿はどうなされた。いずれにおいでです。さあ、早く会わせてください。お許しを。え、どうしたんだ、佐助。たった今ここまでお連れした。だが行ってしまわれたのですね。はい。なぜです、どうして。佐助、ご苦労であった。殿、私の力が足りなかったのです。いや、そなたのせいではない。まだ15の少年だ。揺れ動く心の内が大きいのだ。いつかきっと自ら進んでやってくる。はあ、大輔殿も時間をくれと言っておられました。その日まで待つのだ。無理強いをしても決して良い結果は生まれぬ。まったくその通りだと佐助は思った。そなたが見て大輔はどうだ。真田重雄氏の一人に加える素質を持っていると思うか。それは殿、ご心配いりません。旅先であった宮本武蔵殿やソロリ新左衛門殿も、雪村殿は立派な後継ぎができたと申しておられました。そうか、うん、そうか。雪村にとってそれが一番心にかかることだったのです。美濃、焦らずに待とう。大輔はきっと私たちのもとへやってきてくれるに違いない。はい。しかし美濃は雪村がどんなにがっかりしているかよくわかりました。大輔が来たと言った時の雪村の嬉しそうな顔、それを見てしまっただけに美濃の心は痛みます。まったく人騒がせなやつだ。佐助、何があったんだ。そこで佐助は飛ぶ雲の上で話し合ったこと、いざとなって父や義理の母に会う自信の持てなくなった大輔の気持ちを話して聞かせました。なるほど、わかるような気がするな。しかし、ん、我らのように一人の母も知らぬ身に比べて、あのような立派な奥方様を母と呼びたくないなんて、いや、全くもってもったいないことだな。まったくだ。どうする佐助、このまま放っておくつもりか。うん、今迷っているところだ。殿の仰せのごとく無理強いしてもかえって悪い結果を招くのではな。うん、まあとにかく少し様子を見た方がいいかもしれんな。うん。佐助は大輔のわがままなだだっこぶりにいささか腹を立てていましたけれども、決して憎らしいとは思えません。それは若者らしい純粋な心を大輔が持っているからです。真田館の門前から突然逃げ出してきた真田大輔、さすがに肩を落としてしょんぼり。俺はやっぱりあの時寝覚めのとこで死んでしまえばよかったんだ、いくちなし。でも俺は自分の心に嘘はつきたくないんだ。くよくよせぬせぬ。お、また会ったな。ニカニカするする。青がっぱはいかにも人懐っこい表情で近寄ってくると、大輔の寂しい気持ちを慰めるかのようにおどけて話しかけます。笑えだと。チェッチェなんてこった。チェッチェなんてこったなんてこった。
お前に俺の気持ちがわかるか、カッパ。へいへい。わかるもんか。俺は一人ぼっちなんだ。俺俺、そうそう。お前も一人ぼっちだって？ふむふむ。俺俺、やるやる。へ、威勢がいいな。だが人間はそうはいかんのだ。おおおお、青ガッパ、そんなところで何をしておる？あ、記念簿といざ、来い来い。え？これこれ、やけやけ。なんやで、カッパ。この盆がやけになってはるっちゅんかい。へいへい。あれ、もまだお若いのに、たん。やけんならはっとあきまへんで。そう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 。やけんなる前にもう一度考えてみろ。それも嫌なら、わしたちに話してみろ。な、一緒に考えてやるよ。よしよし、その通りやん。次年版たまにはええこと言わはりますわな。その通りやで、あんた。わてかてご相談乗りますぜ。大助は気の良さそうなこの二人がたった今逃げ出してきた真田館の住人とは知らない。もちろん伊佐と次年坊もこの若者が主人雪村の息子とは知る由もないこと。いや、別にやけになってるわけではない。ただやたらに寂しいだけだ。寂しい？なるほどね。いや、わてにはね、ちょっぴりあんたの気持ちわかります。いや、ほんま人間にはね、このたまらんほど寂しい時がおますもんや。あ、そう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 。ボン、あんたの名前は？ワテイサ言いますね。いや、わしの名はクレハ次年坊だ。俺は大助。大助はええお名前やね。あ、そう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 。大助はこの二人と話しているとなんとなく心の和むのを覚えました。イサと次年坊。え、まあ呼び捨てやね。まあ許します。何だす？あんたたちに聞いてもらいたいことがあるんだが。大助は真剣な表情で次年坊と伊佐とを変わる変わる見比べながら尋ねました。さて、大助は一体この二人に何を話そうというのでしょうか。この二人が真田館の家来だと分かったところが心配ですね。ではまた明日。